えー、こんにちはたかさん56話の方拝聴させていただきましたで今回57話になりますけどもやっぱりねサラリーマンとそれから今の暮らしねこれを比較しながらちょっと短めに今回はねお伝えしていこうかと思います、えー、これね多くのサラリーマンの方が感じていらっしゃることだと思いますけども他人事なんですよね会社員でありながらそれをちょっと今日はお話ししていきましょう、まあ、というのが会社に行くじゃないですか で上司にいろんな指示を受けたりとか何か自分で仕事をしたら急な変更があったりとかあと割り込みの仕事が入ってきたりとかなかなか自分の思ったように会社の中にいると仕事がね進まないなと思うことがあると思うんですよいやでもねなんで他人事かっていうと上司部下同僚取引先お客様いろんな関係が会社員で暮らしているとありますけどもじゃあなんでね全部を自分のお客様 全部が自分に対しての要求、サポートのお願いっていうふうに捉えられないのかなってことなんですよ。まず、上司から何か仕事が来ますよね。それってお客様からのオーダーだって考えられないのかなってことなんですよ。だからこれが他人事なんですよ。会社っていうところに勤めても、自分が誰かの要求に応え続けるっていうのは、会社にいてもいなくても同じことだと思うんですよ。それこそね、フリーランスとして、 生生きていててていも必ずず誰かの要求ににえるることによっっ対価って発生するはずなんですよなのに会社にいたら上司会社を辞めたらどうなのかってことなんですよじゃあ仮にですね今こうやってフリーでやっていてね YouTube で発信しています会社の元上司が何かオーダーしてきたらどうしますかってことなんですよね会社の元上司が自分が会社員だった時に何か指示を出してきます で、それがなんかね、ちょっとなんか違和感があって、会社って不自由だなと思ったとします。その後、独立して、自分のいたポジションに、誰か他の人が入ります。上司の人は、以前の自分にしていた指示を、新しい自分のポジションを、まあ、取って変わった人に同じ指示してるわけですよ。で、そこでですね、なかなかスムーズにことが運ばないときに、オーダーが来るんですよ。辞めた私のところにね。例えばですよ。 で、その上司が、今の会社で、部下にね、こういう風な指示を出したんだけど、いまいちうまく伝わってないんだけども。で、部下は、なんかね、会社を他人事っていうかね、自分を上司としか見ていないと。私としての指示も、結局私個人的な指示じゃなくって、巡り巡ってお客様らからのオーダーを伝えてるだけなのに、なぜか私に対して反感を覚えてね。で、目の前にお客さんがいるってことを全然わかってくれないんだよ。 っていうふうな相談が来たとしたらどう答えますかってことなんですよ。そうなんですよ。会社員でいるってことはその指示が上司から来ようが、クレームから部下から来ようが、誰から来ようが全部お客様から来てるってことなんですよね。それはだから会社を離れてみるとわかるんですよ。だってお客様からしかオーダー来ないでしょ。お客様からしかクレーム来ないでしょ。お客様からしか要求来ないと思うんですよ。だそれは上司っていうふうな 他人ごとのねフィルターを通してみると会社の中ではまためんどくせえ上司が何か言ってるよとかねまた会社の変更があったよとかね部下が言うこと聞かねえよみたいなことになってますけども全ては自分に来た注文なんですよそれが会社内の関係であろうと会社を飛び出た関係であろうと全部はこの社会というね世の中というところから私自身に来た発注なんですよね会社員であろうが会社を辞めていろうが自分に来た発注をこなくすことによって 対価を得るのがビジネスだと思うんですよ。それ以外の理屈って何もないと思いますようん。そう考えてると、なんか会社員って他人事なんですよ。でも、今ね、フリーで自分の仕事としてやってる時の意識で会社に戻ったら、どうでしょうか上司は部下が何か言ってきても、あ、お客様からのオーダーなんだなと。よし、これをクリアしなければ自分の成長はないと思えるんですよ。でそもそも会社って、社員の成長をものすごく希望してるんですよね。 部下やそれから社員やっぱり部長だろうと課長だろうと必ず誰かのために働いてるんですよ個人的な意思で働いてる人が一人もいないんですよね個人的な感情でやってる人って一人もいないんですよでもなぜかね上司や部下は自分を困らせるために貶めるためにやっているっていうふうに受け取る方は個人的な感情で動くんですよだから会社にいると不自由を感じるんですよね いや、私に言わせればね、自分の経験も込みでなんですけども、自分の反省も込みでなんですけども、会社っていう囲いにいるぐらいで、あなたの自由がなくなるぐらい、そんなちっぽけな自由なんだったら、捨ててしまえって話ですよ。そんな、ね、言ってみればくだらない仕事の向き合い方で、それは会社にうまくいかないですよ。そんなことでは。ね、全然だから他人事なんですよ。だって自分の自由っていうのは、会社にいてもなんだ、 制限されることはないですよ。だって自分で自由にその会社を選んで、その会社にお願いしますと入れてくださいって言って入れてもらえたわけじゃないですか。じゃあその会社の中でどれだけ自由を発揮できるか、そして自由には責任がついてもあります。例えて言うと自由っていうのはこの両手を広げたことに似てるんですよ。両手をパーッと広げた時に周りの人にその手がぶつかってはいけないんですよ。ね、それは会社を辞めても同じだと思うんですよ。 YouTube で情報発信しますけどもじゃあ本当に自由に情報発信しますかロシア人は全員悪い人だっていうふうにずっと発信してみてください自由な発信だけでも何らかの反撃は受けると思うんですよそういうふうになんでねコメントにアンチコメントとか反論が来たりとか違う意見が突き刺さってくるのかそれは自由の領域を超えているところを世の中が教えてくれてるってことかもしれませんし それはもしかしたら行使していい自由に対して一歩立ち止まることを誰かがね教えてくれてるのかもしれませんよね。今回ね言いたいことっていうのは会社員でいることが自由を抑制されることでも何でもなくって会社の中にいても上司から聞いた声でも部下から聞いた声でも誰から聞いた声でも全部それはお客様からの声だってことを絶対忘れてはいけないってことなんですよね。それは会社の囲いをなくなってみるとよく分かるんですよ。 だって全部が自分の収入にかかることに対してのアプローチじゃないですかコミュニケーションじゃないですかでも会社にいたって同じですよ会社員でいて自分の、ね、収入がどのくらいかなっていうふうに想像する人がいると思いますけども例えばね自分の直接の上司を見てその上司の年齢差が自分と10歳ありますとその上司は給料を例えばね40万もらってるとしますよね そういうふうにしたら、すすすぐ人は想像するんですよ。うわこのくらいの年数働いても40万かこのくらいの役職と責任を抱えても40万かじゃあ自分の10年後はこの上司と同じようなもんかなっていうふうに想像しちゃうんですけどもこのの想像力の無さですよね。うん、その人と自分は違うっていうことを想像できないんですよいやその上司がね 自分よりも10年先に入社して、自分よりも10年キャリアを積んで月収40万だとしたら、そのモデルがあるわけですから、じゃあ、私は3年で月収50万になるにはどうすればいいのかなって考えるサンプルになるわけですよね。で、そういった視点がなくって、何も考えてないから、他人事だから、ぼーっと先輩のキャリアと先輩の給料がそのまま自分に降りかかってくるって思うわけですよ。つまりは、進化しない自分を望んでるんですよ、それは。 ね上司と同じ年齢で上司と同じ、先輩と同じ年齢で先輩と同じ給料ってことは、それを自分がそうなると思ってるってことは、何ら進化してないってことですよ。でも、先輩は上司から学び、環境から学び、お客さんから学んで、自分で身につけていけば、10年後に同じ給料っていうふうに想像はしないんですよ。自分は3年後に月収100万を初めてこの会社で取る、そんな社員。 なろうかなとそのためにはどのぐらいの利益を上げさせないといけないかなどういうふうに会社に交渉して自分のコミッションをもっともっともらえるようにしていかなくちゃいけないかなというふうに考え始めるんですよねそれこそ会社を離れてみると商品を売るための戦略とかアプローチとかそれから金額とか商品コンテンツの中身こういうのを考えるわけじゃないですかじゃあ何で会社員時代にそれを考えなかったんだってことですよ。引いてはですね自分が 本当に稼げる人間というふうに思うんだったら会社の中にいて他の同僚や後輩や部下や先輩や上司を全部同じ自分と同じレベルにすれば会社全体で利益が上がるわけじゃないですかそうすることによって出世すると思うんですよなんかね出世って自然に頑張ってれば与えられてくれるもんじゃなくて私は早く出世したくっていついつまでにこういう部門の部長になりたいんですっていうふうに進言するところから始まるんですよねこれは 速課塾の例でもあるんですけども速課塾でね会社員をされている、まあ、55歳の方がいらっしゃいましたこれは2年前の話です55歳の方がねそして自分の収入が上がらないとそして自分はまあ言ってみればキャリアは積んだけども平社員同様の扱いを受けていて何とも会社に居づらいんですと久保さん転職するためのスキルを教えてください独立するためのスキルを教えてくださいこんな感じで速課塾行きました私はですねとりあえずその人に会社の状態を聞きましたそうすると会社に ホームページはあるんだけどもほとんど更新されてなくって会社の YouTube チャンネルはまだないって言ってたんですよですんで私は YouTube とホームページ更新のスキルをちょっとだけねお伝えしてこれによって、えー、会社に対してね多分その会社は IT が弱いだろうからこれから何々さんその相談してくださった塾生さん A さんとしますよね A さんとこれから会社の方に掛け合って私が交渉文を書きますからそれを送りますんでそれを まあ、上司なりね責任者の方人事の方にお伝えして自分の職位をくださいというふうに要求してくださいっていうお話したんですよでその方は今部長として勤務していますだから今2年目ですよねどんな部長かっていうとインターネット広報部の部の長ですそれまでその会社にいなかったホームページの更新担当、ね、その会社のホームページは外注したっきり外注との関係が切れて更新がほとんどされてなかったらしいんですよ だからそこのログインパスワードをもらって私が日々更新しますっていう仕事にしてもらったんですよ。で、インターネット広報部部長。そして YouTube チャンネルで会社の紹介とか商品の紹介をお得意様向けにね、一般公開じゃなくてお得意様向けにするようにしたんですよ。そうするとリピートが起きるようになってきたんですよ。で、その方はインターネット広報部部長として日々ホームページの更新と YouTube の顧客数、お客様のね、 お得意様か。お得意様専用の更新に努めてですね、取引先との関係を強めているらしいんですよ。そうなったことによって、リピート率がかなり上がってきて、で、インターネット広報部部長、給料は今65万もらってるらしいです。その部門の売上は年間で6500万上がったそうですね。やっぱり6500万売上を上げて、稼がしてるわけですから、給料をね、その1%もらってもいいだろうって発想ですよね。ですんで、今のところ、 その人の取り分っていうのは、ト売り上げの、自分の部門の売り上げの1%ってことで、会社の資源とか経費を使わせてもらっているみたいですね。もう十分な利益を、その会社にもたらして、今度ね、インターネット広報部に、新入社員を迎えたいんで、3人採用してもらうようにお願いしているらしいです。当然、インターネット広報部の部長が面接をします。就職活動がもう今始まっていると思いますので、今そっちの方でね、 えー、なんか忙しいんじゃないかなと想像しますけどもなんか今のところねそれについて連絡がないんでまたしばらくした後に、えー、久保さんとインターネット広報部開設して新入社員が3人入りました他の部分に新入社員誰も入ってないのにうちの部分だけ入りましたっていう風に成長している部門の長になるってことができたんじゃないかなと思いますよねいや今度ね SNS も進めようと思うんですよ Twitter とかね Facebook の更新とかね 場合によってはやるかもしれません当然採用するべき新入社員には SNS は必須の科目として会社の SNS の運用をねお任せするようなそんな資料になると思いますこの A さんね会社の中で既存の仕事では当てることがなかったんですけどもインターネット広報部ということで私のアイデアをねどんどん使うことによって他の誰もできないインターネットの仕事をその会社の中で55歳で やることになったんですよねだからあれが2年ですから今57歳ですね、うん、だからね50代でもできるんですよその会社の一番弱いところを自分が担うという気持ちで自由に働いてるみたいですよすごく楽しいと会社員辞められねえって言ってましたねそれまで自分の身をどういうふうに処するかいつクビになるかっていうふうに怯えてた日々が今この会社は自分で持っているっていうふうにねそのぐらいの責任感を持ってやってるみたいです、はい、まあだから 会社員として自由がなくなるぐらいだったら、そんな会社員辞めちまえってことですよね。仕事じゃないよみたいな感じですよ、そんなのは。何をやったってね、自由な人は自由なんですよ。ただし、その自由を身勝手自分勝手というふうに履き違えないことでしょうね。それから、会社の中にいても会社にいなくても、すべての自分に寄せられる声っていうのは、ビジネス上の、 指示指導っていうのはお客様からもたらされてるんですよねだから上司とか部下っていうフィルターを挟むからお客様の声って思えずに上司や部下の個人的感情っていう風に勘違いするわけですよそんなわけないじゃないですかね上司だってねお客さんの要求に合うものを抽出して部下に届けるわけですよまた部長が何か言ってるようじゃないんですよ部長を通してお客様がそう言ってるんですよ それが見えてきたらちょっとはビジネスできるようになるんじゃないかなと思いますねはいじゃあ今回は以上でございます次回もよろしくお願いします